ねえイサヨ、今のバッチリだったよな。うん、私たちの歌声がぴったり重なって終わりもぴったりでとっても楽しく歌えたね。この調子で本番の MC もドッカンドッカン盛り上げようね。あらあら、見つかってしまいました。お疲れ様です。とっても素敵な歌が聞こえてきたものですから、つい誘い込まれてしまって。うわー、あずささん聞いてくれてたんですね。ありがとうございます。あずねがそう言ってくれるなら間違いなさそうだな。サンキュー、アズネ。本当に素敵だったのよ。私ちょっと泣いちゃったくらい。みんな歌が上手なのね。そんなことあ、でもレイカさんなんて最初から上手だったんですよ。ああ、私とサヨは結構苦労したけど、レイは最初から飛ばしてたもんな。まあ、そうなの？レイカちゃんすごいのね。えへん、それほどでもないですけど、褒められたので自慢しちゃいます。でも、あんなに切ない歌をあんなに上手に歌えるなんて、きっとレイカちゃんはとっても悲しいことを乗り越えてきたのね。だからすぐに上手に歌えて。あ、レイ、そうだったのか。あ、そうだったんですか。あずささん、違うみたいです。あらあら、どうしましょう。私、すっかり勘違いしてしまって、ごめんなさい、レイカちゃん。あ、そうだ、あずささん、きっと正解です。私、とっても悲しいことを乗り越えちゃいました。もう、やっぱり。その割に軽くないか。あのね、ジュリアちゃん、私、今回の歌はピックンの気持ちになって歌ってた気がするの。ピックンって誰だよ。ピックンはピックンだよ。私が大好きだったピッケルのピックン。ピッケル？そうです、そうです。どこの山に行くにも一緒だった、なんていうか相棒みたいな子で。でもある日山に登ってたら、私の不注意でストーンって谷底に落ちていっちゃって。はあ、落としたのか。ピックン、今どうしてるんだろう。元気にしてるかな。誰も来ない谷底で、一人ぼっちで、暗くて寒くて、ずっと一人ぼっち。でも、もうしょうがないことなんです。気持ちを切り替えないとですね。レイカちゃん、やっぱりとっても寂しい思いをしていたのね。まあ、わかる気もするよ。私もギターとか谷底に落としたら
谷底で一人ぼっちって思うと、それは切ないですよね。ごめんなさい。ビッグンのことはもういいんです。明日はせっかくの天体公演なんですから、私がこんな湿っぽくなってる場合じゃないですし。天体公演頑張るぞ。ほら、ジュリアちゃんもサヨコちゃんも。そうだな、明日は思いっきり歌って、うちらの歌どこまでも届けようぜ。みんなで最高の公演にしましょうね。